私はイアナです。よろしくお願いします。ウクライナ人です。講演会に登壇したのは2年前にウクライナから避難してきたヤナ・ヤノブスカさんです。ヤナさんは生活の中で言葉の壁に悩んでいることなどを訴えました。またウクライナ人のアナスタシアさんは避難が長期化する中、自立した生活を送ることが重要だと話しました。今はお仕事、一番、自分の力でご飯食べれる、支援くださるではなくて自分の力で生活できる、一番ね、今みんな考えているところです。広島には現在45人がウクライナから避難しています。